はい、それでは6班の授業提案を始めたいと思います。プレゼンターは私小林と島田でお送りいたします。まずプレゼンの概要をご説明いたします。目的は CA 様からいただいた授業課題の提案をすること、そして最終的なゴールは CA 様に私たちの提案を受け入れていただくことです。そして今回のプレゼンを通して私たちが皆さんに伝えたいメッセージは、眠っていた過去を仲間と共有しようということです。例えばあなたは中学1年生の時どういうことをしていましたかと聞かれた時、すぐに答えられないと思います。それはなぜかというと過去が曖昧なものになっていてすぐに思い出せないからであります。なので私たちは過去を思い出すきっかけを提供しようと思いました。今回のお題を確認しています。アメーバプラットフォームでやるべき新しいサービスを提案してくださいということでした。そこで私たちが提案するサービスはアメーバメモリーです。こちらのサービスはターゲットは大学生、主に大学生をターゲットにしています。今回はスマホ版でご説明いたしますが、パソコンでも利用可能にしたいと思っています。まず、このアプリを立ち上げるとこのトップ画面が出てきます。このトップ画面は自分の好きな写真を貼り付けることができるで、自分だけのオリジナルのトップ画面ができます。さらに、時系列に沿って形成されています。次のページに行くと、下田くんのページを例にして説明したいと思います。まず小学校、中学校、高校、大学と時系列に沿ったコミュニティで一覧で見れることになります。それでさらにクラスや部活などのカテゴリーに分けることによって自分の今までの席が一目で分かるようになっています。それでは城北高校野球部のページを見てみようと思います。このページでは、左では写真や音楽のページ、右ではコミュニティページになっております。まず左のページ、写真と音楽のページを見ています。こちらは、当時の写真をその時のメンバーで共有したり、右で当時の懐かしい音楽を共有したりできます。それで、興味があった写真があったらコメントができたり、曲名を押すとその音楽が流れるシステムになってます。次にコミュニティページを見てみると、その時の当時のメンバーとチャットができるようになっております。それで、Twitter とか Facebook みたいに自分のアイコン画像と一緒に文章を送信することによって見やすくなってます。はい、ではこちらから、サービスの、細かい実施について説明したいと思います。まずこのサービスがどのように3段階で考えました。認知行動の効果であります。まず最初にサービスの認知なんですが、こちらはアメーバ内での広告もしくはその他 SNS 内での拡散というのでサービスが認知されます。で、行動、こちらは先ほど5番の説明にあったように実際にこのサービスを使っていただくという段階で、このサービスによってどのような効果が生まれるか結構たくさんあるとは思うんですが、例えば、当時の仲間とも撮影飲み会が開催できるだとか、先ほど、ありましたように写真や音楽によって自分の過去というものが、明確に形に残る、こういう効果が、考えられるんじゃないかと思います。で、ここで、改めて今一度アメーバの事業分析というものを行ってみました。我々は縦軸に SNS というサービスを考えると非常に重要となる、承認欲求を縦軸に置き、横軸を、時間に、しました。で、こちらをご覧いただいても分かるんですが、右側の軸というのは、非常にサーバーエージェント様は非常に、サービスたくさん提供してらっしゃると思うんですが、左側にはまだないのではないかということを我々は考えました。そこで我々はこちらですね、こちらにターゲットを絞って、サービスを考えてきました。では、このサービスでどのような価値を顧客に提供できるか、全部3つあります。まず最初に懐かしさの共有、これは先ほど申し上げた通り、忘れかけていた、自分の中で忘れかけていた過去というのが再発見できる。で、2つ目、コミュニティ、こちらは今までない、過去に焦点を当てた唯一無二のコミュニティというものが形成される。で、3つ目、明日への活力、こちらは非常にたくさんあると、会社たくさんあると思うんですが、例えば、このサービスを利用することによって、先に1回の就活の自己分析をするにあたっての、きっかけになったり、例えば今度結婚式を行うってなった時に、そのムービーを作るにあたって、このサービスを使って、今までの写真というのを探そうと、などなど考えられます。そうですね、過去を明日への活力程度というテーマで、ここで収益モデルについて説明したいと思います。我々のサービス、広告収益1本で考えました。こちらのグラフをご覧いただいても分かります通り、12ヶ月目で初期投資が回収できます。
最終的に1578万8000円の純利益が、達成するというふうに、考えました。ではなぜこのサービスを、我々が考えたのかというのを考えて今から発表したいと思います。でアンケートを取りました、過去を思い出すときにどのようなツールを使用しますかと、回答者は、160人ですね。ほぼ大学生98、99%の大学生でした。ご覧いただく通り、過去を思い出すときの写真が圧倒的に多かったというのがこの、アンケートが分かりました。で2つ目、どのような手段を使って求人が集まりますか。こちらは複数回答を行ったんですが、まあ、当然メールが多く、やはり2位というのは今の、現状の話、SNS が、2番目に挙げられます。で我々は先ほどの写真とこちらの SNS2 つに注目をしていました。でこちら今、既存の SNS サービスとこれぐらいあるんですが、現状としたらどんな時にどんなサービスがあればまだまだはっきりしてないんじゃないかということが我々としては考えられました。では最後、なぜ CA が、CA 様、サイバーエージェント様が、このサービスを提供するのかというものを、考えていました。ここで我々はサイバーエージェント様のベンチャースピードというものに注目しました。こちら、サイバーエージェント様が設立当時から大切にしていらっしゃる、ベンチャースピードを表したこのマキシムズというものを利用しました。若い力とインターネットで日本経営と、サイバーエージェントがこの社会に対して成し得る最大の貢献は若者が活躍できる場を創出することでございます。でまたこれも2つ目のメッセージですね。新しい産業を自らの手で作るという方法に、そうです。我々若者が今後メタブルシー社会、変化メタブルシー社会で活躍するにあたって、つまりも大切にしていきたい、それが、今までの人生の中での変わらない大切な仲間と我々は考えました。で我々このサービスでその大切な仲間との、関係、懐かしさというものを、考えるきっかけというのを我々のサービスによって提供したいと考えました。はい、で以上で6番のプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。個人的にはこういう、ツールというかサービスすごく好きなんですけれども、一個大きな障壁があるかなと思っていて、自分の過去の情報とか確かに見たいなと思うんですけど、多分ユーザーっていちいち写真をアップしたりとか自分が好きだった音楽とかを検索して登録してみたいなことをするのすごく手間だなと思うんですけど、それを回避する方法とかって話し合いありましたか。それはですね、これをこのアプリを使う上で一人が作ろうってなったら皆さんに発信することで、もう言い方ちょっと斜めですけど、まず女性的にコミュニティを作ってみんなが写真を投稿してある一つのアルバムを作ろうってことなので、そこの衝撃っていうのはその誰かのためなど、あと自分の自己分析ができるという付加価値があるので、それで解決されると僕たちは考えています。誰が最初にそれをやり出すんですか。アメーバピグ、アメーバユーザーっていうのは2000万人超えていまして、その最初にアメーバ内で広告を打つなど、Facebook で広げるなどしたら、最初に絶対新しいものをキャッチする人はいると思うんですね。そこでその人が1人キャッチすれば、その人が今までつながった人たちに広がることで広がっていくと僕たちは考えました。これってでも自分の過去の、例えば何とか高校の何とか部だけしか多分登録できないと思うので、その人から誰かに拡散するってところの提案はなかった気がするんですけれども、実際どういう仕組みで拡散していくんでしょうか、ユーザーからユーザー。それはですね、一人が作ろうってなりましたら、まず Facebook にその UR コードを貼るなどして、シェアするという形で自分のつながっている旧友などに広がって広がって、さらに過去に所属していたグループなどっていうのは皆さんたくさんあると思いますし、今後僕たちが年を追うことによっても所属していたコミュニティっていうのは数が増えているので、それでシェアしていけば、その長期的にこれを利用して広がることができると僕たちは考えています。
アメーバの広告とかを使えば確かに新しい新規ユーザーが入ってくるとは思うんですけど、実際にこれをわざわざ登録したりとか自分で写真をアップするっていうのがすごく面倒くさそうだなっていう感じはしますよね。そこに関しましてはやっぱりその就活って時にちょっと最初僕たち就活でのターゲットにしていたんですが、先輩などにお話を聞く上で自分 その自己分析をするにあたって大学っていう短い期間より長期的な長いものをその自己分析しないといけないということに皆さんその壁にぶち当たっていまして、そのツールとなった時にみんな幼稚園ぐらいから調べてるんですね。それをその就活の直前にやるのではなく、もう今楽しみながらみんなでコミュニティを広げながらできることができたら、これはものすごい社会とあの今の学生たちのニーズに応えることができると思っています。わかりました、ありがとうございます。他に何かサイバーエージェントさんがご質問ありますか？ご提案ありがとうございました。先ほどの件なんですけど、これを Facebook のコミュニティ機能を使うんではなくて、アメーバでやった時にもうみんな Facebook でコミュニティ作ってたりとかすると思うんですけども、そういったユーザーさんをどうやってアメーバでもう一度そのコミュニティを作ってこの奇跡を作ることができるのかなと、そこを教えていただきたいなと思います。僕たちが提供できるというのはこの一発で自分の過去が分かるというところでして、 Facebook などのグループページで写真を投稿すればその写真のグループなどはできるんですけど、まず時系列に沿っていないのでいつの時か分からない。そしてその Facebook というのはアプリじゃないサービスがいっぱいありすぎてみんな仕様の仕方が違うんですね。そこで僕たちはその過去に絞ったその過去に絞ったサービスを提供しよう。ありがとうございます。あとさっきの音楽とかはその年代がその1997年だったらそこの音楽が出てきて自分で選択できるような形式になったらいいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。個人的には今回のこのプレゼン全体そうなんですけど、本当に事業化できるかを前提としてプレゼンテーションさせていただいてますので、多少その、3人ともそうなんですけど厳しい言葉をかけるかもしれないんですけども、そこはちょっとご理解いただきたいと思います。我々もサービスたくさん作ってるんですけども、毎日ユーザーに訪れてもらうっていうことも結構重要でして、中毒性って書いてあるのは、そういった意味も含めてるんですけど、今回のこのサービスは一度に過去の情報をたくさんアップロードして、そのコミュニティに情報データを溜め込んでしまった後に未来の話じゃないじゃないですか。なので更新性が全くないような気がしたんですけど、その辺って何か考えてるんですか？はい、そこはですね、やっぱり過去っていうのは日々増えていくものだと僕たちは考えておりまして、今僕たちが今大学生をやってます。そして社会人になりました。そしたら新入社員のグループなども出ますし、そこで起きたイベント、その、社内で花見があったらその花見のグループ写真を作ればいいし、さらにその所属していたグループっていうのがまた見つかるかもしれない、また見つかるかもしれない、その過去にあった時に、そうやって徐々に増えて、さらにそのグループの写真、グループのフォト欄に新しい写真がアップされた、それを見ようっていうのでも、そのアクセスする回数は長い目で見ても結構な数いくんじゃないかと私たちは今考えています。過去の写真が日に日に増えていく。はい。確かにそうなったら面白いですけどね。僕だったら面倒くさいから1回に全部アップしちゃうなと思って、それは新しいコミュニティができた場合、また新しいコミュニティで貼って、またできたら貼っての繰り返しなので、終わりました。ありがとうございます。
上で、以上で6班の発表を終わらせたいと思います。ありがとうございました。